今日は子どもホルモン店さんにサンタの読み聞かせライブに来てもらっています。じゃあ子どもホルモン店さんについて聞かせてもらえますか。はいはい、子どもホルモン店は北名古屋市にある絵本専門店なんですけども、こちらの方にはよく移動絵本屋という黄色い車2台持っているんですけど、それに乗って東別に手作り屋サイズとかいろんなところマルシェで絵本を販売していたりだとか、リサイクル絵本ですね、販売していたりだとか、あとは僕だとかスタッフの子たちが読み聞かせをしてそこに集まっている子たちに絵本の世界を楽しむってことをやってます。読み聞かせライブを始めたきっかけ、僕は絵本屋さんやって6年なんですけども、やっぱりお仕事でやってるわけなんだけど、すごく純粋に子どもたちのことが好きなんですよ。子どもたちのことが好きで、それでやっぱりクリスマスって子どもたちにとって一大イベントなんですよ。でさらにクリスマスってすごく素敵なイベントで、サンタクロースっていうのはいるかどうかわからないんだけど、サンタクロースっていうのは大人たちが子供たちに対して思いやりを与える、思いやり、大人たちが子供たちに対する思いやりの存在だと思うんですよ。それが作り上げた空想の人物だと思ってて、で大人たちが本当に子供たちが見えないところで努力をしてプレゼントをあげるんだけど、大人たちがやったものだと見せない、サンタがやったものだと見せない、で子供たちにサンタがプレゼントしてくれたんだよ、サンタがいろんなことやってくれたんだよっていうふうに、裏で大人たちがいろんな思いやりをそのサンタに反映させているというのは、僕はすごい素晴らしいイベントだなと思ってて、だから僕はこのサンタに読み聞かせをするときに、去年から始めたことなんですけど、これはなんかお仕事の枠を超えて、やっぱり子供好きな人に大人として子供たちに思いやりを与えてあげたい、僕も本当に子供たちに楽しんでもらいたい、笑顔になってもらいたい、思いやりをサンタっていう形で具現化したものだと思ってるんですね。だから僕もこのサンタをやってる時にサンタの格好はしてるんだけども、心の中では本当に一人の大人として子供たちに喜んでもらえてよかったなとかこのプレゼント家でも楽しんでくれたらいいなっていうふうに思いながら渡しています。こんばんは、メリークリスマス。こんばんは、はじめましての子供たちいっぱいじゃないか。こんばんは。さあ次もサンタのお話だ。サンタのお話、みんなさん、サンタにもさ、僕の友達はいろんな友達がいるんだ。その中でもちょっとおまぬけなサンタの友達もいるんだ。今回はそんなサンタのお話をやってみよう。窓から贈り物、バルモの何かな。ソーリー。すごい、みんな賢いじゃないか。そう、スイー、雪の上を滑るソーリーでした。やったね。ニコ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 、赤い服を着たおじいさん、誰かな。サンタクロース。ちょっと待ってよ、何だって言った。サンタクロース。そう、サンタクロース。ニコ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 大きな袋を担いでいるサンタクロースでした。ニコニコ。さあ最後、みんなが大好きなものだ。いいか、元気にやってるんだぞ。ワクワク、わーい、ドキドキ、不思議な模様がいっぱい。何かな。プレゼント。そうだ、プレゼントだ。中身は何かな。プレゼントでした。キラ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 、綺麗な飾りがいっぱい。何かな。クリスマスツリー。クリスマスツリー。クリスマスツリー、僕のうちに、私のうちにクリスマスツリーあるわって子、手挙げて。はい。あ、すごいぞ、みんなあるのかな。そうかそうか、嬉しいね。これ何、赤鼻のなんだ。鹿。鹿か、惜しいぞ。そっか、鹿惜しいぞ。おお、
そこにあるか。本当だ。羊も隠れている。じゃあ羊さんだって。もう羊いる。今日のイベントを、はいはい、一緒に企画で何回か話し合いというか、はい、相談させてもらったんですけど、最初に、どういうふうに選んでいくか、プレゼントをするか、年齢、性別、その子の趣味なんですけど、本当にそれだけで子供のなんとなく分かるんですよ。それでまあ、その子に合わせた、まあ、2、3タイトルぐらい持ってきて、その場で子供たちに選んで、軽く僕は紹介して、これ飛び出すんだよだとか、これいろんな遊びが詰まってすごく面白いんだよって紹介して、子供たちに直感で選んでもらうっていう風ですね。やっぱりなんかサンタさんが選んでくれたのだから、子供たちはもう本当に本屋さんで自分で選ぶよりもサンタさんが選んでくれたすごく特別感があるんですよ。だからみんなプレゼントを受け取った時にもう本当に輝かしてくれると思うし、僕も渡す時はすごい楽しいです。渡した手紙のお話と似たようなものなんだけど、ほらこの中にいろんな手紙が入ってるからね、はがきなんか切手が入ってたりもする。この話すごくねいいよ。あと遊びの レシピ、この本にさ、いろんな遊び、遊びの図鑑みたいなものだな。ほら、布で動物を作ったりだとか、タペストリーを作ったりだとか、どっちがいい？これは素敵だよ。こっちがいい？さあ、そう、働く乗り物の絵本。恐竜はパンツが大好き。どれがいい？運ぶ、これにも、これがいい？乗り物の話、リタ君。はい、綺麗な裸の王様。春夏秋冬の図鑑。トムとジェリーの迷路、どれがいい？うん、いいよ、ゆっくり選んで。図鑑がいい？そう、これぎっしりね、内容が詰まってるから一冊かわいい絵本いっぱい集めてきたんだけど、これと飛び出す絵本、飛び出す絵本、リックとセクスックのね、ねんねなんてもったいない。ピオちゃんとハリネズミ、これも可愛いんだよ。ピオちゃん、絵がすごい可愛いよこれ。さあ、どれがいい？好きなのと思って、1個だけどれがいいですか？1個ちょうだいして。どれがいい？1個だけ取って、いいよ。いいよ。これがいい？さあ、好きなの選んで。窓から贈り物がいい？さあ、窓から贈り物。さっきサンタさん、ちょっと待ってよ。もう1個でプレゼントがあるか。お待たせしたね、メイちゃん。これとこれがいい。メイちゃんは、ごめんね。さあ、じゃあさ、どれがいい、メイちゃん？これがいい？あ、これがいい？よし、ペネロペ幼稚園行く。メイちゃんにペネロペ幼稚園行く、あげるからね。さあ、自分で選ぼった。さあ、アクにあげたい絵本。どれかさ、アクにぴったしの絵本選んできたんだ。お化けなんてないさ。どれか？そんな近くなってるよ。アンパンマンを探せ。アンパンマンのクリスマス、どれがいい？あ、これがいい。さあ、じゃあさ、今日さ、いっぱい頑張ってくれたからさ、じゃあサンタさんからこのクリスマスプレゼントいらないの？ちょっとショックだな。